娘の入試不正や私母ファンド不正、証拠捜査などの容疑で拘束された韓国の元法省チョグク氏の妻イコールチョンギョンシム東洋はじめ教授が11日、裁判に移された。検察は去る8月27日、ョ元長官家族をめぐる疑惑と関連し、大踊り字的な家宅捜索を行い、 強制捜査に着手してから76日目のことだ。チョン教授の告訴状にはチョ元長官が言及されているが、共犯としては適示されていないと伝えられている。ソウル中央地検は、娘の入試不正と私母ファンド投資、証拠隠滅疑惑と関連し、チョン教授に14の犯罪容疑があるとみて、同日午後、 チョン教授を拘束起訴した。先月21日に請求した拘束令状に記載された容疑に3つの容疑が追加された。